こちらの、 LBT101 は、宅内側から故障点を見つけるための OTDR になります。でこのように画面に、距離と波形で、障害点を、見つけることができます、表示することができます。でこちらで、障害を見つけた後はこの場合は、1042メートルで障害が起きてますので、屋外になります。で屋外で故障が起きたら次にこちらの、ドロップ、誘着機にて、故障点を修理を行います。で、先ほどの、ものでですね、あの故障点を見つけた後にこちらに誘着接続機を使って、故障修理を行います。ファイバーホルダーをセットしてあとはセットボタンを押すだけです。誘着時間が約15秒となっておりまして、高速の接続は可能となっております。で誘着が終わりましたら、次に加熱補強器にセットを行います。こちらの補強熱スリーブを誘着部に通しまして加熱収縮へと移動させます。で、セットが終わりましたら加熱ボタンを押して、3分間、待ちます。最終的に故障修理の、完成形がこういったものになります。でこちらの方で、先ほど、見つけた、故障点を、修理をすると、誘着接続で修理をするというものになります。